どうも、チューバーチャンネル TV、神谷です。今回もアサシンクリードバルハラ続きやっていきたいと思います。さあ、バシムとシグルドも一緒。さあ、ただいまリーガフィルケに来ております。さあ、メインクエスト、突然の目覚め、キョトビーの補給物資を略奪、これが一応目的。スタバンゲル、さあ市民がいる。エイゴルは街灯で身を隠している。さあここは何だ。オーディンの目を使って苛立った隣人の手記。さあこの窓から出る。相変わらず寒そうだ。さあここは何かありそうだけど、を動かせるけどバシムが邪魔。どいておくれ。さあもうちょっと動かして、これでダメか。あー、味方が邪魔をしておる。ちょっと君たち、さあこれで取れるようになった。お宝がありそうだが、これは罠、切れない。さあここは弓矢の出番です。さあ下に落として道ができた。さあ宝箱を探っていく。酸素の周回、財宝をゲット。さあそしたらここには用はない。戻る。さあ味方どっか行っちゃったな。さあここにもお宝、謎、いろいろな目的を。探して自分でクエスト進めていけそうだ。さあ相変わらずノルウェーは寒いぞ。さあ高警戒区域。さあここがそうらしい。おい、なんだ。いや味方バレちゃうでしょ。馬を呼んじゃった。なぜか角笛を吹いてしまう。やべ、バレた。いや敵が。うじゃうじゃ来た。やばい、やった。しくじりました。いて。さあここは塞がれている。塞がれた扉は内側からしか開けられない。で一体どうやって入れてんだ。わからんな。
窓があるわけでもなし。さあここは上には登れそうだが、あの家とつながってはいなさそうだな。さあ飛び降りる。よいしょ。シグルドが登ってきた。そこには見えてるんだけど中に入ることができない。窓っぽいところないなこれ。さあ八つ当たりモード、あまり関係はないぞ。みんな登ってきちゃった。ここは取れなさそうだ。さあ別の場所行こうか。よいしょ。まだ諦めきれないエイボル。さあ斧でぶっ壊すが全然反応がない。開かない。反対側に回ろう。まだ探すというのか。特に意味はない。反対側から塞がれてるような。ここも開いていない。さあお手上げ状態。さあ隅を使ってこの場所を探るが、ヒントは見つかるのか。さあそこにも財宝謎。さあもう今度は諦めて別の場所向かった方がいいんじゃないでしょうか。さあここは宝箱を探る。いろいろとゲットできました。さあ用はない。別の場所に移動。さあここはまあ人が住んでる気配はするね。いるか普通に。さあ塀を飛び越える。さあここはスルケ。9つの世界から集めた一級品だよ。目もつけられないほど貴重なお宝をだ。その割に値段がついてるな。どんなものにも価値はある。俺はそのほんの一部を売り値にしてる。さあ商人のようだが、十字架のかけらはエイボルの仲間が荒ぶっている。どれも凄みを感じないな。この古い靴みたいに。それは初代ローマ教皇の靴だ。いや他の聖人だったか。
サクソンの神の祝福があるぞ。サクソンなら欲しがるかもな。この古い革紐は英雄シグルスの盾の紐だ。その盾を使って戦ったんだ。大きな獣とな。ああ、母上もそんな模様のやつを持ってた。で、そっちの兜は？ハルフダン告発王が戦死した時に被っていたものだ。あんたを守り、おまけに豊作をもたらしてくれるよ。嘘をつくな。それは父バリンが殺された夜に被ってたものだ。エイボルか。お前の正体は蛇のスルケだな。そう、エイボルの知り合いだったようだ。にいくらで買収された。この男スルケ。違う、勘違いだ。俺はあの裏切り者。キョトビに協力なんてしてない。こいつはキョトビに協力したのか。さあ、エイボルが問い詰める。おっと、逃げ出した。どこ行った、どこ行った、あれどこ行った。早すぎてちょっと鬼ごっこしようという気かね。逃がさんぞ。早えな、おい。暗殺しちゃってもいいんだけど、早いんだよ。おい、あれ、見失ってしまった。くそ。まあいいや。スルケは壁の中を安全だと思ってる。町にとどまってるはずだ。お、これはコードンシバトルができそうだ。興味があるんで行きましょう。そこのお前、かなり腕っぷしが強そうじゃないか。さあ、発見。話しかける。ロルフか。一度一緒に略奪をしたことがあるな。北の海岸で。覚えてくれたか。スティルビョルンが初めて許可してくれた時だ。今回のエイボルの相手はこいつだ。あんたのトラブルが多すぎだとシグルドが言ってたぞ。その年でまだ略奪を。ハーラルがノルウェーを支配する前にもらえるもんもらっとかないとな。もちろん現場は他の連中に任せる。違うな。これはコーノ氏の相手ではない。略奪者ロルフ。お、エイボルの知り合いがまたも出てきました。隊長選びを手伝ってほしいんだ。候補者はすでに決まってる。どうやって選ぶ。本当の素質を知るには戦わせるしかない。候補者を見せてくれ。俺の仲間は港に集まっている。さあ、ほとんど地元民だ。ついていく。貢献的な農家の夫婦もいる。そいつらとうちを張り合わせようって。さあ、毎回思うのが、この前を走るやつは絶対に速い。どんな噂だ。ほとんどはいい。なぜか追いつけないっていう。悪い噂をする連中のことは心配するな。ああ、心配するのはそいつらだ。さあ、紙面の間を抜けていく。こいつらが俺の略奪隊だ。経験は浅いが他で。さあ、どうやらこの場所のようだ。ん、なんか喧嘩してるな。お前が協力してくれたら、こいつらを鍛え上げ本物の戦士にできる。ではこいつらを率いる不幸なやつは誰だ。あのでっかいやつが見えるか。アウドビョル。口数は少ないが怪力だ。あの女戦士は鋭利なる足。おお、と激しい。そしてあれはトールギルス。ロルフ、その友達は誰。集中しろ、頭をかち割られるぞ。分かった。あいつはすぐ盾をぶっ壊しちまう。でもみんなあいつのことが好きだ。まあ、こいつらがうちの精鋭さ。その3人が候補者か。もっと多くてもいいぞ。3人同時にやる気か。当たり前だ。略奪は混沌そのもの。降ってきたようだ。力試しに決まり事はいらない。またさらに寒くなりそう。怪我はさせ。もう見てるだけで寒い。苦労したんだ。お前たち、狼傷のエイボルだ。
こいつに倒されたものは星の数ほどいる。どうやら聞いたことがあるぞ。エイボルも参加するようだ。エイボルと戦え。検討した者が勝者。死傷者を出すのはなし。それ以外は何でもありだ。さあどうなる。これは行方を見守っていきましょう。略奪者なら非常になれ。やはりその展開。おっと殴られた先制パンチを食らう。まだまだひよっこだな。なぜか味方は武器を持っている。どういうことだ。勝者は俺。まずは俺と戦ってもらう。休んでいたければそうしろ。いや大丈夫だ。俺の体を気にするより自分の心配をしな。おっとっと、なんだなんだ。ちょっと強いのが出てきた。痛い。さあこれまでかな。俺の勝ち。いや、だがお前はよく戦った。見込みがあるぞ。そんなのより酒が欲しい。探し物は見つかったか。トールギルスが思った以上だった。でもあいつは親父に似ておつむがな。待て、あんたの息子のチビのトールか。あんなに小さかったのに。大きくなったろ。今に俺が持っているものを全て欲しく。子供とはそういうものだ。お礼に銀をやろう。おまけもつけておく。お前とシグルドからくすねた分を返さないとな。では旅の幸運を。ワールドイベント完了。戦士の選考会。ああなるほど、先ほどは戦士を選ぶために競わせていたと。なるほど、ようやく理解いたしました。さあ戻っていく。おっとごめんよ。さあそして討論しやっていきたいと思います。ようやく。そこにいたやつか。これはこれは、どこのお子さんかな。さあこいつが今回の討論師の相手。なんか見た目いかついな。狼の戦士マニング。大人じゃないか。知り合いだったか。どう見ても詩人には見えないな。戦士って書いてあるし。なんだその話し方は。さあ言葉の武器を携えて戦っていきたいところ。では改めて功労士だ。いいだろう。さあエイボル承諾。賭け金だ。準備はいいぞ。見たことあるか、圧倒的なこの筋肉美。どう見ても食べ出のある豚肉。おいおい、お前ならもっとできるだろう。おっとちょっとやばいぞ。立道と韻を踏んでないな。踏んでるけどでも微妙なね。ダメダメダメ。死のチョイスが。手加減するな。俺が受ける。ちょっとまずいな。唯一無二の存在。前波のやつなどそこら中に偏在。まさかその程度なのか。それは残念。一勝負してくれると思った。おマジかよ。やる気になったらまた来てくれよ。負けちまった。
さあ気を取り直して次の場所に向かいたいと思います。残り70メートルかな。さあこの先ここですね。なんだなんだ、なんかあるっぽいんだがちょっとわかんない。お、よくわからない。あ、ここか、登れねシグルトをどかすっていう。お、入れた。4、ささやかな申し出 3D、 まあ運念書いてありますと。こっちは違う人が書いたと。さあ残り 200m。 この黄色は確か財宝のある場所。さあ馬を呼ぶ。さあシグルドを後ろに乗せていきます。後警戒区域、略奪者のねぐら。行け、スニ。さあお宝がここにある。スニンで確認済みと。さあそれからメイン目標も。見えるけど位置はちょっとわからない。さあ暗殺していく。おっと危ない。確かここは一度来たような気がするんだけど、まあいいでしょう。さあ敵を密かに暗殺していく。さあ飛び出して暗殺。さあうまくいった。野生の馬がいって、野生の馬というか飼ってる馬か。さあ暗殺成功。おっと敵がいた。バシムが倒してくれた。さあこの財宝どうやって取るんだ。
ここはいけない。どうしよう。うわ、敵が来てしまった。さあ暗殺開始。飛んだ。さあジャンプして、野生動物に見つかるイノシシだ。おバシムがいる。おお、違うところ切ってんぞ。なんか見えないところで仕留めた感がすごいんだけど。ドス、ありがたく頂戴する。さあなんか大きな建物が見えてきた。敵の野営地でしょうか。敵が多そう。慎重に進んでいくしかない。うわすげえ、砦だこれは。エイクンダリスン、早速見つかってしまった。と敵を持ち上げて担いで運んだ。さあはしごを使って上に登っていく。お、早速見張りがいた。うわ杖知らねえぞ。こいつはレベルが高いやつだ。おっとっとっと、足場が崩れた。びっくりした、こんな高いところから落ちた。さあ財宝を回収。上に戻って登る必要なかった。ん？こいつは敵だったか。さあ口笛を使っておびき寄せていく。さあ京都美兵来い。さあまずは一人、続けてあいつも呼びたいところだが持ち場を離れようとしない。なんて命令に忠実な男だ。ならばこちらから仕掛けていく。暗殺する。よし、オッケー。さあ銀をゲット。おシグルド合流。さあ暗殺していく。おっとそこにもいたか。ちょっと気づかなかったけど暗殺はできた。さあそしたら辺りを探していく。あ見つかっちゃった。やばいやばいやばい。うわバシムか。味方に斧を振ってしまった。さあ弓じゃなくて矢だ、矢をチャージ。さあこの中調べていく。
さあ、一体どんなお宝があるんだ。食べ物を拾う、拾えない。もう満杯かな。さあ、アイテムを拾っていく。さあ、ここはなんだ。正面から行けるか。おっと、見つかっちゃった。いや、なんか強そうだ。やばいやばい。おっと、やばいやばい。こっちは特に繋がっているだけだ。さあ、アイテムはここにある。さあ、宝箱を探る。ユングリング家のサクス、財宝回収。さあ、エイボル、ところ構わずぶっ壊している。さあ、そしたらどこに行けばいいんだ。え、敵に見つかった。危ない。さあ、負け、敵をかわして攻撃したと。さあ、オーディンの目を使用して辺りを探っていくよ。おっと、ここは立派な建物だが、特に何かがあるわけじゃなさそうなんだよね。とりあえず中に入って調べよう。食料か、これは。食べ物だ。さあ、敵をおびき寄せてテイクダウンというか暗殺。おっと、バレちゃった。高台から見られていたのは気づかなかった。おお、すごいすごい。いていて、ダメージ受けた。シグルド強いな。やはり我が兄。さあ、どんどん敵を倒していく。おっと、危ねえ。当たったかな。見て、ダメージを受けた。敵もやりますね。
か、とりあえず一通り片付けたんじゃないでしょうか。見たところいなそうだぞ。さあ馬を呼ぶ。シグルドも一緒に乗ってきた。さあやはりあの場所にお宝があるのは分かっているが、どうやって取ればいいかがちょっといまいち分かっていない。どうしようかこれ。何か方法を見つけないとここを離れられない。さあ登っていく。先ほどの場所、略奪者のねぐらに到着。お、宝箱ゲット。ここにもお宝があったとは。さあそしたら本命に行きたいんだよな。姉に乗れれば。お、ここから行ったらいけんじゃない。絶対そうでしょこれ。ジャンプして、おお、行った。よっしゃ、宝箱を探る。とりあえず武器をゲット。さあ下に降りる。さあまずは一段落。さあ移動してきて、ノットフォールという場所に来ました。後継回区域。用意はいいか。補給品の荷車を探して焼却。さあ下に降りていくが、上から辺りを探る。じゃん。早速バレた。あれ、どこ行った。ここら中にいる。さあ倒していく。まだまだいるな。うろちょろしてやがる。どこ行った。お、バシムが助けてくれた。ありがたい。お、敵だ。ナイス。さあ松明、これでいいのかな。荷車だから。お、燃えてる燃えてる。派手に燃えました。おっと、バシムが怪我した。いや、大やけど。やばいやばい、エイボルも。やばいやばいやばい。入れ入れ。黒くなっちまった。黒クマだ。おお、燃えてるね。敵だ。おっと、
焼けた焼けた。おなんでそんな火薬が爆発してんだ。おっとまただ。やけどがすごい。辺りを調べろ。派手に燃えた。エイボルも燃えている。食料がもうないんじゃないのこれ。回復したいけどやばいな。これもなんでこれは燃えない。侵入して城を破壊しよう。どういうこと？別の場所から侵入できるってことなのか？そう、この向こう側から行けるのかな？さあ、松明を持ったままエイボルが走っている。さあスニーを呼んで辺りを捜索。さあ馬も呼んで松明はつけたまま。これあったかいからいいかも。さあこのまま山を降りていく。さあ残り目標まで 50m。 さあ間もなくここだ。ここからは登れないな。あ、下からくぐれる。グリティルサンド。さあグリティルサンドというところにやってきた。相変わらず松明はつけたまま。さあ今消した。お、バシムが合流。あべえ。すぐに終わらせる。おっと下に落とした。アイテムをゲット。この中はどうだ。向こうから矢を撃ってくるやつがいる。危ない。
お、ナイス。おっと、また下に落ちちゃった。この穴ぼこ気をつけないと危ない。また落ちた。この上から上がれる。そしてシグルド合流。どうやって壊せばいいんだ。いや、お、壊れた。さあ階段から降りる。知識の消費ロード、アビリティ得、マドロミのトゲ、塞がれた扉。あ、なるほどね、壊せんだもん。あれ、開けるんかい。さあもうここには用はないでしょう。さあ戻ろう。さあ再びノットフォールかな、ここは。あ、そうですね、ノットフォールに戻ってきた。さあまだ補給品がある、あるんだけど、それが燃やし尽くせてないと。取りこぼしがあるんだね。これは関係ないか。荷車だね、要するに。さあ、とどこだ。あ、これがあったけど見逃してるな俺。それもそうなのか。まあ荷車に見えなくはないけど。これだな。あれ燃えない。うわ、まだ敵が残ってやがった。おお、これ関係ないのかな。荷車っぽいけどね。どれだどれだ。まだあったっけ。場所が表示されてくれるとありがたいんだが。え、またいた。生き残りか。おっと、危ねえ。さあ火当てダメージを与える。かわされた。おっと、爆発してる。なんてこった。あとはどこだ。本気でわかんない。結構同じ形状のものがあるからわかりづらいね。さあ食べ物、いや違うな。銀をゲット。宝箱を探る。
鉄鉱石、川、これか。キョトビが燃えてるだけだ。そしたら、あ、宝箱を探る。これだ、これこれ。こんなところにあったのか。おお、燃える燃える。危ねえ。船が来るぞ。向こうですか。さあ、シグルドのもとに到達。また戻んなきゃいけないな。お、宝箱を探る。意外に宝が多い。さあ、そしてここだ。お、上から行けるじゃん。なんだ。知識の書を拾う。アビリティ得得。投げ斧のランプ。すげえな。スキルポイント2ゲットです。さあ、戻ってシグルドのところに行かなきゃ。残り 60m かな。さあ、行け行け。クソールね。見知らぬ顔だな。あ、こいつはスティルビョルン王と話してたやつだ。この間スティルビョルンと会ってた。いかにも。私はグソール、北の王ハーラルの叔父にあたる。必要に応じて老いの言葉を届けて。ここはハーラル王の土地じゃない。なぜこんなところまで南下してきた。自分で尋ねるといい、陛下。ありがとう、おじうえ。こいつがハーラル王。お前がカラスの戦士団のシグルドか。賢明なるスティルビョルン。随分若いね。そうだ。そしてあんたはその土地に立ってる、ハーラル王。我らが血と鋼で取り戻した土地にだ。そのようだな。ここにはお前の父の依頼でお前たちと共に戦うために来た。敵対するためではない。狡猾な狼め。俺が計画だったのか。力を貸そう。私の戦士たちがいればカラスの戦士団はキョトビの砦を攻略し、この争いに終止符を打てる。いい知らせだ、エイボル。さすらいの王が幸運を運んでくれるぞ。なぜ我らのためにこの戦いに利があるのか。キョトビの戦士団とお前たちとの紛争は我が国の南の国境で長くくすぶってきた。それを終わらせたい。だがキョトビが生きている限り平和は訪れない。そこで私はお前の父と合意した。血の構想は根が深いんだ、ハーラル王。援軍は歓迎するが、この戦を仕切るのは俺だ。ほう、名誉の問題なのか。そうだ。何年も前、キョトビは父上たちとの誓いに背いた。平和協定を破り、虐殺を行ったんだ。いいだろう。キョトビたちへの攻撃はシグルドが指揮を取る。我
が戦力は彼の命ずるままに動かせ。シグルド、勝利を手にしたらアルレクスタズまで来てくれ。共に祝おう。兵はフローリに集結する。やつらは引き上げるような。にあるフィヨルドの入り口だ。一緒に来る。ちょっと待ってくれ。船を任せるぞ、エイボル。向こうで合流して、キョトビの首を神々に捧げよう。兄上、この日を何年も待ちわびた。キョトビのとどめはこの手で刺したい。もちろんだ、エイボル。復讐を果たせ。エイボル、手を貸せ。アーラルは気前よく兵を貸した。やつの狙いがわからない。若くて愚かなのか。久しぶりに見たダグ。賢く狡猾なのか。理由が何であれ、この戦の終わりが近づいてる。なかなかフォーカスされないからね。メインじゃないから。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミヤンでした。バイバイ。